昔使ってたつけまはつけると二重になったんですけど、今使ってるのは二重になりませんけど、今のつけまで二重にしたいんです、というお悩みのリノさんです。リノさんの二重って溝が浅くって、今のままだとなんだかぼんやりした印象に見えてしまうんですね。でこのような方には芯の硬いつけまつげをつけてあげることで、この二重の溝をぐっと押し上げて目をはっきり見せることができます。そんなリノさんにおすすめの商品がこちら、 AB アイラッシュウィッグです。お気に入りのつけまつげと組み合わせて使うことができるんですよ。それでは実際にやってみましょうね。アイメイクの最後、つけまつげをつけるタイミングでご使用ください。アイラッシュウィッグの長さ太さをお好みでカットしておきます。アイラッシュウィッグを爪で軽くしごくようにカーブをつけておくと、つけまつげに貼りやすくなります。お手持ちのつけまつげにつけまつげ用の糊を塗り、アーチに沿ってアイラッシュウィッグを貼り付けます。その後は通常のつけまつげと同じようにご使用ください。完成です。すごいですね。これだったらどんなつけまでも使えそうです。そうですね。この商品はね、リノさんみたいな女の子たちの声から生まれた商品なんですよ。そうなんですね。そう。AB アイラッシュウィッグはどんなつけまつげにも使えて、綺麗な二重ができる便利なアイテムです。お気に入りのつけまつげをカスタマイズしてみましょう。